はい、やってまいりました。今日はね、2日目になりますね。2日目じゃないか、ん？昨日はめっちゃ食ったから、実際今日が2日目なんね。今日が10月の22日だから、11月22日、まだ2ヶ月ちょっとあるね。1ヶ月が30日だから、60日と考えて、あ、そうそうそう。でね、今日から食べ物買いました。多分2000キロカロリーに抑えようと思います。とりあえずはね、とりあえずは今の121、151、これ300ぐらいでしょ。これね、かき揚げ天ぷらのそば食っちゃったら、これどんぐらいあるんだろうね。大宮でね、500ぐらいかな。もっとある？あー、酒飲みてえなーってね、ここ最高っすよ。で、500でしょ？ 800 ぐらいとしとこう。そんでもう、あー、もうなんか出たよね。散歩行ってきたんですけどね。コーヒーと、これで、ね、お菓子食っちゃったね。でも少ないやつね、172。そんで夜ご飯に来ちゃったもんだよ。やばいやばいやばい。これ一番のやつ、今日178キロカロリーの春巻きを5本食べちゃったから、250、1000ぐらいいったな、これで。でも足りたんじゃない？多分。こういう感じになるんだよね。そうそう。あと9キロ。うん、頑張ろう。よし。